沖縄市役所。屋上左側に、小屋中継局の鉄塔がある小屋中継局は、沖縄県沖縄市、中曽根町の沖縄市役所屋上にあるテレビの中継局及び、同市のコミュニティ放送である FM 小座の送信所である。ここでは、小屋局の前身である、カマラテレビ中継局についても記す。また、小屋局は、通称、小座と呼ばれる。 市街地周辺を放送エリアとしているが、地形の問題から近くに設置されている、高原テレビ中継局についても合わせて記す。もともと1970年代末にカマラテレビ、中継局が県中継局の近くに開局。沖縄市街地周辺をエリアとしていたが、この付近は地形的に高低差があり親局の送信書がある。富美市からも直接受信しにくく。 かつ 0.1W と弱いため、より放送エリアを広範囲にする必要があったことに、加え、米軍放送である AFN のテレビ放送が 40kW と、膨大な電波を近くの米軍基地から送信しておりその電波障害が少なからずあったのだと思われ、1992年に沖縄市役所の県庁舎管制と同時に、カマラ中継局を移転する形で、 現在の小屋中継局が完成した。出力は 10W とカマラ中継局時代の100倍に増力した。これによりカマラ中継局は廃止となった。その後1995年に琉球、朝日放送開局と同時に同局の中継局が開局。1997年には沖縄県で最初のコミュニティ FM 局である 沖縄市コミュニティ FM 放送が開局し、送信所を当中継局内に併設した。FM チャンプラは2004年に、現在の FM 小座に改称された。1980年代初めに、沖縄市テルや5丁目の県立小座高校敷地内に設置。AB 地上デジタルテレビジョン放送局に免許コヤ、ギノワン、串川の中継局、地上デジタルテレビジョン放送局に、 予備免許小屋、義野湾、串川の中継局 FM 小座に超短波、放送局の免許を付与。地上デジタルテレビジョン放送局に、予備免許、高原、北中ぐすく、ヘド名の中継局。地上デジタルテレビジョン放送局に免許、高原、北中ぐすくの中継局。ありがとうございます。